ボンボンチャンネル。お風呂。台湾でよく質問されることは、なぜ日本人はお風呂に入るのが好きなの？ということです。その際僕はいつも、お風呂は日本人の魂だからと答えています。日本人は風呂好きだと言われていますが、果たしてその実態はどうなのでしょうか。一般社団法人中央調査社入浴に関する世論調査によると、日本人の 77.2% の人が毎日お風呂に入っているようです。そしてシャワーの平均時間に比べ約 2.8 倍もの時間を費やしています。ではなぜ日本人はこんなにも長い時間をお風呂に費やすのでしょうか。どのような歴史を持っているのか。というわけで、今回はそんな日本のお風呂に関する疑問を解消します。ゆっくりしていってね。もともと日本では川や滝で行われた沐浴の一種と思われるみそぎの慣習が古くより行われていたと考えられています。皆さんは日本のお菓子の動画で唐菓子がいつ日本に伝来してきたか覚えているでしょうか。唐菓子は6世紀に中国から仏教の伝来とともに伝わってきたと言われていますね。その際、入浴文化もともに伝来してきました。仏教では体の汚れを落とすことはお坊さんの大切な仕事とされています。加えてお風呂は七病を除き七福を得るという教えがあります。そのため中国から来たお坊さんが身を清めるために浴堂が寺院に建てられました。奈良の東大寺や法華寺には今でも大湯屋や浴堂が残っています。当時水は今ほど入手しやすくなかったため、水を多く使う現代のようなお湯を張るお風呂ではありませんでした。その代わり少ない水で入浴できるサウナのような蒸気風呂でした。入浴は蒸気で体を温め汚れを落とし、最後お湯で流れ落とすという手順で行われました。時が経つにつれ、仏教関係者だけではなく寺院に参拝しに来た庶民にも入浴を施したとも言われています。これは世浴と言われています。こうして庶民間でもお風呂に入るという習慣が始まったとされています。しかしお風呂はまだまだ贅沢なもので、たまに入るものであり一種の娯楽でした。そして時間は流れ、1000年後の1591年に大衆向けのお風呂が誕生しました。1614年の慶長見聞集に、天正19年伊勢の与一という者が銭亀橋のほとりに銭湯風呂を建てたと記録にあります。永楽船一門で入浴させたため銭湯と呼ばれるようになりました。この銭湯は蒸し風呂スタイルの銭湯ですが、時が経つにつれ蒸気浴と湯船の中間スタイル戸棚風呂が主流になっていきました。戸棚風呂とは30センチほどの深さの湯船と蒸し風呂を兼ねたお風呂のことです。絵の中央の赤い鳥居のように見えるものはザクロ口と呼ばれる湯船への入り口です。水と同様に湯を炊くための薪も高価であったため、湯船が冷めないようにすると同時に蒸気が逃げないようにするために鴨居を低くしてありました。入浴する際はまず熱く焼いた小石の上に水をかけて浴室を蒸気で満たし、上半身を濡らします。そして下半身を湯船に浸からせ体全体を温めました。体が温まった後、最後に外に出て体を洗います。現在の入浴方式と異なり、お風呂に入ってから体を洗いました。江戸は大部分の家が木造だったため、防災の観点から庶民が風呂を持つことは基本的に禁止されていました。そのため武士だろうが大商人だろうが深層の御霊場だろうが皆銭湯に通いました。加えて江戸時代でも水は貴重で、男女それぞれに浴槽を用意するのは経営的に難しいことでした。そのため老若男女が混浴、同じ浴槽を使いました。しかし入り口は狭く窓も設けられませんでした。そのため盗難や風紀を乱すような状況も発生したようです。では皆さんは江戸っ子がどのくらいの頻度でお風呂に入っていたと思いますか。江戸っ子たちは仕事前に一度、仕事終わりにもう一度と、少なくとも1日に2回は銭湯に入っていたと言われています。多い時は1日に 4、5 回入ったそうです。現在の日本人の入浴文化はこの時代に形成されたと言われています。銭湯は性別、身分関係なく裸の付き合いができる憩いの場でした。同時に
当時の人たちにとってもとても重要な社交の場所でもありました。そして19世紀中頃には銭湯の様式は大きく変化しました。蒸し風呂方式からたっぷりのお湯に首まで浸かる現代の方式になりました。洗い場や浴槽は木造からタイル張りになり、洗い場を広く天井を高くし、開放的で清潔感ある銭湯になりました。そして体を温めるための蒸気が必要なくなったので、湯気を抜くための窓が天井につけられました。第二次大戦後の20世紀半ば、日本経済が好調しました。その際、庶民でも家に風呂を持つことが一般化しました。現在は温度自動調節機能や乾燥機能付きの浴室やジャグジー、水中照明、テレビ付きの浴槽、入浴剤やアロマなど独自の進化を遂げました。銭湯は少しずつ数を減らしていきましたが、設備やサービスにも多くの工夫がなされました。はい、というわけで今回は日本のお風呂について歴史を中心に説明しました。このように日本人は1400年もの間お風呂に慣れ親しんできました。日本人にとってお風呂とはなくてはならないものなのです。今日はその歴史を振り返りながら湯船に浸かろうと思います。次の動画では日本でお風呂に入る時の作法と注意事項について紹介したいと思います。ではまた会いましょう。バイバイ。